始め、元気があれば何でもできる、タコ米食べれば元気になれる、というわけで本日は朝10時に東京を出発して、やることなく初めての出番が今です。もう 2,3 杯ビール飲んでもう大変ですよね。まあというわけで今日は会社におめでとうございます。まさかこのように偉そうな人がこのリングにいる時に俺とは思ってもいませんでした。まあせっかくこれから素晴らしいレスラーがやってまいりますんで、ぜひプロレスの見方を伝えたいと思いますね。ちょっと我慢してね、なかなか我慢することないでしょね。さあそれではプロレス初めての方ね、今日は声も出していいんですか。いいんですね。いいんであれば私がダーって言ったらその後にダーって言ってください。いきますよ。ダーダーダー。おー、ありがとう。そういうことです。プロレスというのは相手の攻撃を受けるね。あ、なんかいつもなんか攻撃何党ですか。立憲民主党。立憲民主党、攻撃されてるな、お前な。よし、それでは、そのように、ね、ここでもちょっとやりたいと思いますから、プロレスでよくチョップがあるでしょ。その時に、ね、一回チョップがあった時は、ね、あ、そうだな。複数出た時には、ぜひ、二回目ぐらいから、おいって、おい、さあ一緒に、おいおい、立憲、おいね、ぜひぜひよろしいですか。はい、ね、声出していいんだったらば、攻撃をしているときには攻撃している人の、ね、モチベーションを上げてあげる。そして受けてる人間もまだまだいけたという気持ちをぜひ皆さんが演出してください。どうですか。さあそれで、それからですね、カウント3を取ると勝負が決まります。しかしそうはいかないね。カウント2がいくつか攻防があると思います。やられたくないから、そんな時には偉そうだね、ちょっと寝て。ね、肩がついてる時にね、ワンってツーで、3回目の前に、おい、ね、わかりました。 OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、そういうことです。わかりました。じゃあもう一回ね、ワンツーで起きたと仮定して、ワンツーの後に、おいって言ってください。いきましょう。ワンツー、おい、やればできんじゃないか、この卵の野郎、お前。さあそれでは、この前に私が言うことはもうお互いのためになりません、ね、ですから最後にですね、1,2,3ダーで絵的にこれに入ってダーで終わりたいと思います。私の役割はそれでいいんですよね。はい、さあそれでは数々のプレーは今後の今日行われるプロレスの美しさ激しさによって打ち消してください。それでは、1,2,3でダーでプロレスに帰り出したいと思います。ご賞味ください。いくぞー。 1,2,3 ダー。ありがとう。それでは記念撮影を行います。どうぞ皆様、お客様のためにも前の方に来ていただいてよろしいでしょうか。猪木さんを中心に全員で前の方でお写真はよろしいでしょうか。このままでよろしいですか。ひろきさんお待ちで、ステージの前で、はい、ステージの前で皆様に見えるように最後お写真よろしいでしょうか。ありがとうございます。宇津井翔一先生、そして伊藤智則先生、そして中山英介先生、森谷辰巳先生、それでは前の方でお写真を、はい、よろしいでしょうか。ひろきさんも一緒に混ぜていただきまして、森谷辰巳先生、そしてウクライナからの南民オリエス・ニコバク・セイゲさん、ありがとうございます。それでは猪木さん、真ん中でタコ米を持っていただきまして、
ひお客様も前の方に出てきていただいて。